というわけで、はい、今しがた大ハプニングがあったんですけども、それはあの忘れるとして、忘れてもう一回、もう一回、あのというわけで、あの僕らの作品があったところに来てるんですけども、うん、もうすっかり作品は片付け終わってしまって、もう何もない状態と、はい、いうことになっておりますけども、もう最終日だったんですけども、最終日ということでちょうど撤収作業に植物園のファンキーマッシュルームのミキさんとお会いできましたので、ちょっとお話をお伺いすることにしました。ミキさんです、どうも。ミキサチコです、よろしくお願いします。はい、というわけで、あ、さすが流暢ですね。もうスムーズにインタビューがスーッと、そうそうそう、一回やったんで言っちゃったというわけで、あ、じゃあちょっとあの、もうあの作品を作られるようになってからあのもう長いということで、はい、そうですね、はい、どれぐらいでしたっけ、はい、もうかれこれ20年以上になります。大ベテランです、ベテランね、まあ女性にね、はい、年齢を聞くというのはあれあの野暮なことなんでお聞きはしませんけども、あの同級生です同級生トリオで、ね、トリオということですね、はい、あもう20年ということはほんまもう大ベテランですよね、もうね。そうですね、はい、今回の作品は植物園の、はい、あの池の真ん中のねちょっとしたあの小島みたいなところに展示されてて、はい、すごく雰囲気のいいところに ね展示されてて、はいはい、ありがとうございます。あのナイトミュージアムのあのライトアップの時はこのライトアップされてこう池にねあれが映るんですよね。なんかそれがもうほんまにこう幻想的な、嬉しいですね本当にメルヘンの世界へこうね行くような感じで、うん、はい、すごくいい作品なんですけども、あれまあ一連の作品とか拝見しますとほとんどこのキノコをモチーフにしてるのかなというようなキャラクターをあの拝見したんですけども、はい、それはなんかあるんですかね。もうキノコが好きなんですね。っていうことですね。キノコ好きなあのさっきも聞いてなんですけどもキノコ好きということで、さっきの感じのお話してもらっていいですか。そして、カイロとかよ入れてます？入れてません。あとであげますあ、いやちょっとマシントラブルで、はい、あの寒すぎてあのカメラが止まるっていうハプニングがありまして、ちょっとどこまで撮れてるかわからないんですけども、はい、一番いいとこだけもう一回撮り直しということで、はい、一個ずつあのメインの作品の名前がまだ決まってないことで、はい、あのキャラクターたちに名前をつけてあげようということなんですけども、もうじゃあ上田くんのやつからどうぞ。ちょっと待ってね。あ、寒すぎてフリーズしちゃった。いきますいきます。はいはいはい。いきます。はい。オッパルーム。はい。その心は。おっぱいとマッシュルーム。うん、はい。でオッパルーム。オッパルームということですね。はい。はい、じゃあ次は私から何ちゅう駆け足などうぞ。はい、キノコたちのキャラクターということで、はい、僕からは金太郎言うてね金太郎、はい、金とかけたわけ、はい、はい、そういうことですね。じゃああのミキさん、シミはミキさんに、はい、からお願いしましょうか。はい、お願いします。じゃああのキャラクターたちのお名前どうぞ。はい、締められるのか分かりませんけど、はい、あの一番背が高かったメインの作品が、うん、はい、まあ、胸が大きいんで、はい、ボインちゃん、ボインちゃん、ほうほうほう、ボインちゃんとしてに対しまして、はい、ちょっと小さいブランコに乗っている作品をパインちゃんにしようかと思うんですけれど、あ、松のキャラクターからパインちゃん、ボインちゃんとパインちゃ ちゃん、いいですね。上手やね、ほんまにね、作家さんたち、うん、みんな上手なんですよ。困っちゃうね。実は僕も困ってますみんな面白いこと言うんですよそうなんですよというわけでまた来週